東急2020系電車は、2018年3月28日に営業運転を開始した東京急行電鉄、東急電鉄の通勤系電車である。本校では、田園都市専用の2020系電車のほか、大井町専用の6020系電車、目黒専用の3020系電車についても記述する。2020年に東京オリンピックが開催されることや、 2022年に東急が創業100年を迎えることから沿線の街や駅と調和する車両とすることを目的に命名導入された。JR 東日本の E235 系電車をベースとしており、製造は総合車両製作所横浜事業所と総合車両製作所ニーズ事業所が担当。ニーズ事業所での製造は東急電鉄の車両としては初となる。 2020系列として、田園都市線向けの2020系、大井町線向けの6020系、目黒線向けの3020系の3系列が存在する。デザインは、多摩田園都市などの町づくりを起源に持つ東急電鉄らしさを意識したものとしており、監修は、東急千円線の商業施設のデザインなどを手掛けている、単成者が担当した。 沿線の街や駅との親和性を高め、利用者に親しみを持ってもらうとともに、これまでにない新しさを感じていただけるような外観、車内空間を目指しており、コンセプトカラーにインキュベーションホワイトを使用した。先頭車前面から車体側面上部にかけて導入線区の路線カラーとともに配置されている。丸みのある先頭形状は矢は絡みのある顔をイメージしたものである。 車体は、総合車両製作所の軽量ステンレス車体のブランドであるススティナを採用しており、ススティナ S24 シリーズの車体長20メートルの4ドアステンレス車として製造された。レーザー溶接の積極的な採用、骨組みの軽量化などで、アルミ車体と同等の車体軽量化を図ったほか、車両外観の溶接根を減らし、水密性の向上も図っている。 オフセット衝突対策として、墨柱の一部に断面45度で切り取ったような位置に補強を追加しており、これにより、オフセット衝突時において、互いの車両に離反する力を発生させ、外反の剥離を防いで客室の損傷を軽減することができる。また全面衝突対策として、運転台全面に衝撃吸収用のハニカム材を配置して、先頭車と中間車の間に、 衝撃吸収感傷器を組み込むことにより、衝突エネルギーの吸収と生存区間の確保を図っている。客室扉のドア間隔は、ホームドアの開口範囲に合うように 4820mm としており、窓の構成は固定窓と加工窓の組み合わせとしている。前頭部は鋼材の骨組みで構成し、これを FRP 成形品で覆う構造としている。 全照灯は LED 照明を使用しており、全照灯は全面下部に4灯とハイビーム時は加えて、全面上部に2灯の計6灯とし、夜間時での視認性の向上を図っている。先頭車の屋根上には列車無線アンテナの他に、工述するインタラスによる通信にも使用される YMAX アンテナを設置している。 インテリアデザインは、東急沿線の風景をイメージした座席や照明も、含めた、車内全体のカラーコーディネートにこだわり、親しみやすさと、心地よさを感じるデザインとしている。座席表地には、辰村美術織物製のものが、使用されている。腰掛けは、2013年以降に、導入の5000系の一部車両で採用された、ハイバック仕様のロングシートを採用している。 車椅子とベビーカーの乗客が利用するフリースペースは各車両の車端部に一箇所ずつ設置しており、普通の乗客が利用できやすいように、側面の窓に2段の手すりとつまめに腰あたりを設置しているほか、車内の床敷物に車椅子マークとベビーカーマークを貼り付けしている。優先席は、先頭車は車端部のフリースペースの向かいに3席、各中間車はそれに加えて、 その反対側の車端部の両側にも6席設けており、側面から座席の袖仕切りを介してつま面までに黄色の帯をつけることで一般席特別している。つま引き戸の途平装置は5000系の重力式から全イの力でゆっくりと戻る方式に変更している。また、防犯カメラを各社に2台ずつ設置している。側引き戸のカモイブには17インチの車内。 案内表示器を設置しており、停車駅表示案内のほか、行き先情報、ドアの開放行情報、乗り換え案内、乗車マナーなどについて表示する。客室扉の内側は、混雑時に扉が開く際に戸袋に荷物などが引き込まれるのを防止するため、素材に表面が滑りやすい素材を採用した。枕木方向の吊り手棒は、側面天井部と接続をすることにより、 ロールバーの補強構造を構成して、側面衝突に対する車両を変形量の抑制を図っている。天井の客室灯には40ワット相当の LED 照明を採用したほか、釣り手棒の配置変更に合わせて配置の見直しを行い、従来より数を2灯ほど減少させているが、河川停電時に備えて蓄電池からの電力で点灯する予備灯を中間車では11灯。 戦闘車は10頭へと増加させている。乗務員室は全面ガラスの面積を広げて視界の拡大を図っており、主管制御機はワンハンドルマスコンを運転台中央に配置した。その前方に2つのモニター装置が配置されている。モニター装置は E235K で使用されているインタラスの導入により、計器、表示等類などの情報集約を進めており、 これにより、景気、表示等類などを、モニター装置で表示することが可能となっている。また、現状では、相互乗り入れの際に、各社の車両においてその危機器配置が異なり、乗務員の取り扱いの負担が重いことを考慮して、東京地下鉄、東武鉄道、西武鉄道の関係者と運転台共通化の協議を行い、それに合わせて、相互乗り入れする各社が保有している車両との、 使用共通化を行った。その他の乗り入れ線区や本社を導入しない他の等急線の車両の使用も参考にしている。乗務員が扱う機器ついては設計完了後にモックアップを作成して集められた各現業職員との間で取り付け高さとボタンの形状と操作感などの検証を行い修正している。修正魚器は 300K 以来となる三菱電機製を採用し、シックモスフェットとシック SBD を組み合わせたフルシックパワーモジュールを用いたにレベル式 VVVF インバータ制御装置を搭載しており、1台の制御装置で主電動機4台を制御する 1C4M 方式としている。高速度域までタパルスのスイッチングを行うため、主電動機の損失を低減させて、 省エネルギー性能を向上させており、従来の8500系と比べて半分程度の電力で走行できるようになっている。主制魚器を各電動車に搭載する単独 M 方式とされるが、M1 と M2 はユニットに近い構成となっており、終電装置と高速度遮断機は M1 側に集約されている。また SIV は M2 に搭載されるが、 SIV 弾流器は M1 に搭載されている。主電動機は、東芝製の TKM-18K 前、密閉外線、式参照過後形誘導電動機を採用しており、熱交換により冷却を行う方式であるため、メンテナンス頻度の低減が図られている。制動方式は、回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキ方式としており、インタラスの 編成ブレーキ力管理システムからのブレーキ指令により、編成全体で、大荷重制御、電空強調制御、回生ブレーキを優先する遅れ、米制御を行うことで、省エネルギー運転と空気ブレーキの制限後の摩耗量の低減が、図られている。また、常用ブレーキを、従来の7段ステップ制御から8段ステップ制御と、し、8段ステップは、 減速度を時速4 0トル s とすることで、回生ブレーキが安定しない時や雨天時と、降雪時などで安定した制動力が得られるようにしている。また、降雪時での減速度低下時のバックアップとして、非常ブレーキ時の回生補足機能を新たに追加している。これは、従来の非常ブレーキ作動時には、すべて空気ブレーキで作動して回生ブレーキは使用されないが、 この機能では、非常ブレーキ作動時には、インタラスで減速度の演算を行い、一定の減速度低下が計測された場合には、回生ブレーキを補足で使用するものであり、降雪時でのさらなる安全性を図っている。補助電源装置は、イグブと素子を使用した3レベル方式の富士電気製、静止系インバータであり、出力は3章、交流 440V、269V である。 整流装置は補助電源装置とは別に搭載しており、出力は直流 100V である。また各社に変圧器を搭載しており、出力は交流 100V である。電動空気圧縮機は、都出量は1750、ミニッツのドイツクノールブレムゼ製、オイルフリーレシプロ式を採用。潤滑油のの潤滑油を使用しないため外部のオイル排出や、 元空気タンク側へのオイル流出がなく、交換や給油が不要となる。冷房装置は、三菱電機製 CU7080 系冷房能力 58.14kW を屋根上に1台搭載しており、予備暖房用の 6.0kW のヒーターを内蔵している。また、天井部のオーリュファン付近にパナソニックと JR 東日本テクノロージーが共同開発した。 空気洗浄装置のナノエを設置している。東急電鉄の電車としては初めての設置となる。終電装置は東洋電気製造製のシングルアームパンタグラフで上昇検知装置を有する。都平装置は富士電気製のラックピニオン式のブラシレスモーターを使用した電気式固平装置を採用している。都平状態では常に 互いの引き戸が押し付け合う構造となっており、挟まれたものを引き抜きやすい特性がある。蓄電池は5000系と同じく、消結式のアルカリ蓄電池を採用している。5000系が直流 100V60R と列車無線の非常電源に使用する直流 24V30R の2種類を搭載していたのに対し、本形式は直流 100V105R の1種類のみとしている。 台車台車は軸箱支持装置が軸量式のボルスタレス方式空気バネ台車を採用した。五線形などで採用されていたものとは形状が大きく変更され、牽引装置も一本リンク式となる。基礎ブレーキ装置は踏みずら片押し式のユニットブレーキであるが、付随台車はディスクブレーキが追加されている。なおこのディスクブレーキのライニングは脱着性向上を図るため、 UIC 規格に基づいた構造としている。形式は TS-1041TS-1042TS-1042A となっている。駆動装置は5 0 0 0 6 0 0 0と同じく中、実軸平行、カルダン式だが、電動機の電気子軸と輪軸の歯車駆動軸との間の継ぎ手を CFRP 製のタワーミータを使用した TD 継ぎ手式から、 東急としては、初採用となる、歯車形たわみ軸継手を使用した、WN 継手式に変更し、高速走行時の信頼性向上を図っている。情報管理装置列車情報管理装置として、東日本旅客鉄道の E235 系統で、実績があるインタラスを採用している。データ通信速度を従来と比べて40倍も向上させたことで、 大容量のデータを扱うことが可能で、車両の各機器への伝送のほかに YMAX によるデータ通信を利用して、車両の各種データを地上システムにリアルタイムに送信して活用することが可能としている。将来的には、各機器のデータを利用して、車両留置時で実施する検査の簡略化や蓄積した車両のビッグデータを分析し、機器の寿命や故障の余地を捉えて、 適切な時期に必要なメンテナンスを行う状態保全に向けた取り組みを進める予定である。田園都市線向きに製造され、2018年3月28日より営業運転を開始した。ラインカラーは緑色。扉間の窓上部と爪引き土上部にデジタルサイネージが設置されている。革窓上部のものは21.5インチサイズの液晶モニターを横に3つ。 連続配置しており、3画面で1つの連続した画面のように使用することができる。田園都市線及び直通運転先である東京メトロ、半蔵門線と東部伊勢崎線、日光線で運用をするため、半蔵門線及び東部線の保安装置と無線装置も内蔵している。デジタル無線に対応するため、屋根状の列車無線アンテナは各社2本となっている。 なお当初は片方が準備工事のみであった。第1編成の2121 21回は、総合車両製作所横浜事業所にて落成し2017年11月28日から30日にかけて、図紙から長津田まで公衆予送され、2017年11月30日に長津田検築にて報道陣に公開された。2130編成以降では、 ラッシュ時の乗降時間短縮を図り、4.58号車のドア間の座席を7人掛けから6人掛けに減少させ、ドア横に38センチメートルのスペースを確保している。判例予備広角編成の車歴2018年3月28日に2020計算編成が営業運転を開始した。運用開始半年間は、全面間通ドアに頭部直通非対応を示す。 K マークが貼られており、東武線への直通乗り入れは行っていなかったが、同年10月1日から2121 21回と2122回が、東武線への乗り入れを開始し、久喜駅、南栗橋駅中央林間駅で運行されている。2017年度に1編成が製造され、2018年度と2019年度は6編成、2020年度は5編成が増備されている。 2021年度は旧編成が導入される予定。大井町線向けに7両編成で製造され、2018年3月28日より営業運転を開始した。ラインカラーはオレンジ。大井町線は従来6両編成が最長であったが、輸送力増強を目的に2017年以降、急行列車を順次7両編成にすることとなり、 これに対応する車両として6000系の増結車と合わせて申請投入されたものである。大井町線で運用されている情報伝送装置による駅通過防止装機能と工事区間などで使用される臨時速度制限用の ATC コードに変更できる臨時速度制限機能を有している。また、車内液晶モニターの設置数が少ないため2020系よりも 車両重量がやや軽くなっている。現在は3号車にデュアルシートの9シート車が組み込まれている。製造時9シート組み込み後では6 3 2 0は、クロスシート時の定員129人判例格、編成の車歴2017年度に2編成が申請され、2020系と同じく2018年3月28日に営業運転を開始した。 2018年12月14日より、旧シートサービスを開始している。大井町線の急行列車として、大井町駅中央臨間駅間で運転される。6 0 2 0系では、2018年11月に、全2編成の3号車に、旧シート車両が組み込まった。11月13日より通常営業運転を、12月14日より、9シート、 サービス列車としての運転を開始している。車両は側面全体にオレンジ一式のラッピングが施され、一見してわかるようになっている。内装は座席をデュアルシートとし、各座席に電源コンセント、カップホルダーを備える。室内灯は電球色とされ、車内 Wi-Fi も用意されている。 Q シート車組み込み時の動き Q シート車の2両は2020系と同時に製造、輸送されている。デハ6321は2126階に、デハ6322は2127階に、それぞれ組み込まれていた。輸送は、デハ2320が欠車、その部分にデハ6320が連結、といった状態で行われた。 運用時と異なる蘇生で輸送されるが、長津田到着後には一度重量編成に蘇生している。その後、既存の6020系と新造の2020系で、互いに3号車を入れ替える形で、組み替えが行われた。組み替えにあたり、デハ6320、デハ2320は、車両番号、帯色の変更のほか他の2020系車両に合わせるために、 液晶ディスプレイの増設を行っている。デハ6320は、編成から外れている間にラッピングを施行した。また、デハ6321は当初ドア部分が G 色とされていたが、デハ6322のラッピングと同時期に修正されている。組み替え前の蘇生、組み替え後の蘇生。QC ト車は分かりやすいようすべて編みかけしたが、組み替え前は無装飾である。 書類上の日付目黒線及び将来的な東急、新横浜線開業事業の車両として8両編成で製造され、暫定6両編成として2019年11月22日より営業運転を開始している。ラインカラーは水色。2022年度上期に予定されている目黒線8両化までは6両編成で運用される。本形式ではワンマン運転を行うため、 運転台には、車上 ITV を備え、ドア開閉用ボタンを運転手の手元に設置している、ほか、非常停止スイッチも設けられている。また、落成当初より、相模鉄道への乗り入れを見据えた準備工事を施している。運用される線区は、すべての駅でホームドアが完備されているため、車両間の転落防止ホロの設置が省略された。 フルスクリーン型ホームドアに対応するため、室外会場ハンドルの半数が床下搭載となっている。列車無線はアナログ用とデジタル用が別で用意され、このうちアナログ用は3000系や5080系などと同様に TC1 に集約されている。6両編成8両化用中間車判例格、編成の車歴2021年現在。 2020系列の東横線向けバージョンや、池上線、東急玉川線向けの18メートル車体の3、扉バージョンについては、導入が計画されていない。ディスクブレーキがなく、先頭部に使用される。かつて5000系で6、扉車が組み込まれていた位置に相当する、ハット級シート運用時にのみ、使用可能通例通り、7から5号車、10から8号車、 4から1号車の蘇生6321は10月中旬6322は11月上旬一両に4つ設置され1つのハンドルで2つのドアを過剰する2020系などではつまめに設置されているありがとうございます